あの歌は何だろう。峠の向こうから聞こえる。いや、空耳だ。昨日の夜アンコールワットの回廊で聞いた歌だ。千個の昔より変わらぬあの塔の中の空気、前の通りの匂いまでも覚えている。黄昏の中を一人二人と幽谷の祈りに集う村人。ああ、人だ人だ、人間の匂いだ。目を閉じても見える。ああ、人に会いたい。クソ、この左足はどうやったって自分のものではない。その感じが今や全身を襲ってきた。全身を、俺そのものが俺のものではない。そんな気がしてきた。自分の体に実感がなくなってきた。どこか作り話の中の人間のような。それだ。え、誰だ。そのお前を作ったやつだ。宇宙飛行士が神様と会うというのはこういうことか。孤独の果て、背後に何かが立っている。長い間人はそれを神と呼び、突然それを自我だと言い直した。しかし実のところ、それが何なのか誰も知らない。振り向くと消える。だからわかる。それは多分決して見ることのできない自分の死体だ。耳を貸すな。聞けば俺が死体になるんだ。ほったらかしにしておいて今さら指図するな。俺にもアクシデントが起きた。俺が治ったらすぐにもそこから救い出してやる。ほう、どうやって。村の男とその子供が偶然そこを通りかかることにしてるんだ。そして俺は救われるのか。反省した。こんなことが我が身に起こって。神様に何が起こったって言うんだ。右目が見えなくなった。この世界から立体感が消えたってわけか。まあな。正しい目を失ったのか。だからこれからは作風を変える。共に救われよう。俺も立ち直る。そしてお前もこの世界から。虫のいいこと言うな。俺はしびれるほど両腕を使ってここから自力で抜け出そうとしていたんだ。何が共にだ。自分で救われる。お牛に食い殺されろ。二度お牛を出しはしないよ。お前は同じ手を使わない。よく知ってるな。何してるんだ。見覚えないか。六？行き島に記した峠の向こうからの時間だ。さっきは七。じゃあまだ1時間分しか進んでいないのか。もうダメかもしれない。両腕がしびれ、一歩前へ漕ぎ出すことができない。まもなく日が落ちる。地上から色を奪う灰色の冷気が骨髄に染みる。石島の中に全てが溶けていく。終わりだ。全てが営みをやめて世界の終わりが始まった。遠のいていく少年の足音に心細さを覚え、
また遠くから密林をかき分け踏みしだいて近づいてくるその音に絵も言われぬ安堵を覚えた。涙が出た。命が本当に愛おしかった。違う、あの少年じゃない。素早く俺は身を隠した。とっさに俺はカメラを構えた。そして今まさに銃で撃たれんとする死に怯えた少年の顔を